今回私が使用したタックルです。まずはじめにですね、この電動リールビーストマスター EJ2000 になるんですけども、このリールの特徴がですね、ギガマックスモーター、つまりですね、ブラシレスモーターを採用していることによってですね、まあ、パワーはもちろんのことですね、このスプールがですね、離した時にピタッと止まる慣性で動かないというのが特徴になります。ブラシありモーターだとどうしても慣性で回ってしまって、ジギングにとって必要なラインスラッグを作る場合でのスプールを止めるという動作が電動ジギングでは行いにくかったんですけど、今まで従来のですね、ただ今回はそういうパワーも踏まえてしっかりとしたジギングで使えるものになっています。これはですね、電動リールならではのハイスピードですね、なかなか人間の手では動かし続けることのできないハイスピードで演出することができます。もちろんですね、スピードを下げていってゆっくりな、ジャークだったりですね、そういうコンビネーションジャークだったり、いろんなことに対応できます。あとやり取りに関してですけどね、非常にドラグ性能も良くですね、パワーもあります。不意な大物に対してもですね、前面にリール自体が受け止めてくれて巻き上げる力があります。続いてロッドになります。オシア EJ ですね。特徴としてはですね、全体的に受け止めるタイプのテーパーデザインになってます。極端にですね、どこかが強いとか、どこかが曲がるっていうようなタイプじゃなくてですね、全体にこの電動リールの巻くパワーを受け止められる仕様になってます。そしてですね、速い動かし方ですね、まあハイピッチなんかすごいハイスピードで演出する際にどうしてもですね、ガイド絡みですねが起きやすいので、見ていただいたら分かると思うんですが、スパイラルガイドになってます。このスパイラルガイドはですね、激しい動きとかですね、こう向かい風で 糸吹けが出た時にですね、ロッドに絡まる場合があるんですけども、そういった時でもスッとこう糸絡みがガイド絡みが起きにくいようになってます。でその次ですね、これこう抜けるんですけども、抜ける仕様になってます。まあ姉妹数もこれだけコンパクトになるんですが、ここの状態がですね、スクリューロックジョイントといいまして、ちょっとネジのような感じでグッと締め込むようになってます。これによってですね、ファイト中に、ここが緩んだりとかですね、抜けたりということがないので、非常にですね、安心して使うことができます。続いてですね、ジグになります。メタルジグですね、オシア EJ スピード、主に使ったのがこの 260g というサイズになります。このジグの特徴はですね、ハイスピードから、テンポのスローなワンピッチまで対応するようになってます。まあ電動ジギング専用みたいな感じになってるんですけど、対応ですね、普通にスピニングタックルでもベイトタックルでも使えます。このジグの特徴はですね、非常に優れてまして、ハイスピードでやった時はですね、特に電動のハイスピードの時はどうしてもですね、ジグがこう破綻してしまうんです。こっちが I の部分になるんですが、頭の方がこう回ってしまうんですね。本来はこのお尻の方をこう動くような状態で行くのが理想なんですけど、このジグはですね、より速いスピードでも頭がブレにくいというのが特徴です。そしてアクションはですね、このキラキラ、このハイスピードでこのキラキラするこのローリングですね、ローリングアクションがすごく得意なジグになりますので、青物からですね、いろんな、マグロ類だったり、そういうキハダマグロですね、カツオ、いろんな魚に対応することができます。リール、ロッド、このジグですね、このセットでですね、電動ジギングがですね、対応できるモデルになってますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。